ルドルフ・赤花のトナカイは、ロバート・エルメイニュールドは、および、それを原作とした人形アニメ。1938年ロバート・エルメイが、娘のために書いた詩をもとに、1939年に、シカゴの通信販売会社、モンゴメリー・ウォード社によって、同社の宣伝用の自動書が書かれ、250万部のベストセラーとなった。同書は年に再発行され、 さらに350万部を発行した。1948年、この物語をもとにクリスマスソングが作られた。1964年12月6日、ランキンバスプロダクション制作による同盟の1時間のパペットアニメーションが NBC で初放送された。現在は CBS で毎年放送されている。日本人スタッフが複数参加している。撮影も 日本のマムプロダクションで行われた。日本では1967年12月24日に NHK で赤花のトナカイとして放送された。現在はルドルフ赤花のトナカイとして NHK のほか、カートゥーンネットワークでも放送されている。DVD はアメリカで毎年100万枚以上が売れ、総売上は1200万枚以上に達する。日本では 2004年に放送開始40年を記念して DVD が発売された。声の出演スタッフ1977年には続編赤花のトナカイ・レドルフ物語が日米合作作品として制作され、1976年12月10日に ABC で初放送された。この作品もランキンバスプロダクションが参加している。日本では同年12月4日に 共同映画全国系列会議の配給で劇場公開された。1979年12月24日にはテレビ朝日のクリスマステレビスペシャルでテレビ放送もされた。放送時間は17時 -17、55。声の出演スタッフ、ありがとうございます。